どうもこんにちは。2月の3日ですね、冬眠起こしをしまして 2,3 日が経ちましたが、水温の方はもう15度キープで、行っておるんですが、本来なら冬眠起こしして15度キープであんまりね触らない方が、余計なことしない方がいいとは思うんですけども、どうしても自分の越冬の仕方が結構日中はですね、なんていうの、人工のつぶやさとかはあげないんですけども、自然の中で生えた苔だったりをしっかり越冬中でも寒い中、水温 2,3 度の中でも食べれるような環境づくりをしているので、結構お腹の中溜まってましたね。なので、2,3 日前に引っ越しして新しい、とこに、この子たちは着いたんですけども、その中でもガンガンやっぱ越冬中なんで、そんなに、お腹溜め込んでないかなと思ったんですけども、もう想像以上に、糞をしていたので、ちょっと一回お腹の中をね、リセットというか、今現在してはいるんですけど、たださっきも言ったように自分はもう苔っていうのは絶対取らないようにしてますので、結局ね、こうやって今も新しい方に引っ越したんですけども、それでもね、パク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 食べてるんで同じことなんですけども、ちょっとね、2、3日で本当は4日、5日ぐらいね、水替え引き伸ばす予定ではあったんですけども、思いのほかお腹の中からしっかり出してくれたので、やっぱ糞だけじゃなくて、要は、アンモニアだったりおしっこ的なやつですね、もうこの子たちは出してるので、水質が悪化して、なんか体調崩すの嫌だなと思ったので、ちょっと 2,3 日早めて、第1回目の水替えの方をしました。で、水替え自体はもう簡単ですね。水温はね、しっかり合わせた中で、もう隣に新しい同じ水温のものを用意してボンって今現在入れたんですけど、で、古い水を一気に、抜き取って、あとは水を入れておしまいっていう感じの水替えをしておりますので、もうこの辺は手間かからずに、気楽にやっていける作業ではあるんですけども、ちょっと思ったよりもちょっと水替えの方がね、早かったですね。現在180リットルの船を4つですね、親魚でキープしてるんですけども、4つってことはどんくらいですか、400、500、600リットル近くあるんですけども、もう一気に排水して、で、水入れるのにちょっと時間かかるんですけど、水道のホースをですね、2つ活用して、溜まるのに10分20分ぐらいかかるので、大体この600リットルの水替えで大体30分ぐらい、30分ぐらいで終わらせます。もうとっとと終わらせて、で、お仕事の方もしなくちゃいけないので、これが終わりましたらまた頑張って、お仕事しますということで、この時期の水替えはもう30分で終わらせております。夏なんかはもっとですね、ヒーターの水温調整がしなくていいのでもっと早いんですけども、一番30分で終わるとはいえ、一番水替えに手間のかかる時期ではありますね。